はい、ということで、やったら真面目に塾大年第13回放送をお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。どんなテンション感なの？だってさ、今からさ、罰ゲーム食らうし、なんかいつもと違う。これは罰ゲームとは別です。なんか俺の罰ゲームの時だけなんか何もないね、怖いねんけど。いや、そうちゃうで、だからじゃないよ。あ、じゃないの？今日が、2021年ラストの放送やってから、最後はこうちゃんとね、座ってじゃなくてちょっとやるためにね、あれで、ね、ありがとうございました。ありがとうございました。本当にこの3ヶ月間お聞きいただきまして、はい、初見の皆さんのおかげでこうして3ヶ月間続けてくることができました、はい、そしてね、2021年無事に終わったということで、はい、まあさらなる発展を遂げるためにね、このラジオもね、2020年も頑張っていきたいなと思うんですけども、その前に、うん、今回やりましたやっとファイト、まあね、総集編ということでいろんなね、やりましたね、やったんですけども、うん、まあそれでゆうたさんが負けてしまいましたと、はい、ほんでなんかまあ放送時にはともきくんが、うん、あの腕ひしぎ逆十字固めをしながら、うん、あの素人マッサージ師の足つぼマッサージっていう風に言ったんですけど、まあ腕ひしぎ逆十字固めしてしまうとゆうたさんの腕が折れてしまうということなので、あ、そうですね、で今回ちゃんと羽交い締めでね、あ、そうなんですね、羽交い締めをして、はい、しながらもう本気で言っちゃって、まあ俺的にはそのさっきのなんとか固めをしてて、それをやってる痛いやんか、怪我するやん、それを足つぼで癒しながらこう治癒と傷をずっとこう行ったり来たりするパターンでやろうかなと思ったんですけど、まあだから今回それは痛いのみたいなこと、あ、実現、まあ、俺がもしかしたら破壊事務所にコショコショするかもしれない、あ、可能性ありますね、何されてもね、手でかいんでこうこのままこういけるし、うん、時間決めてや、時間、あ、10秒数える。じゃあ俺が。俺こうやって何でも喋れるから。そうそうそう。スタッフさんの10秒じゃん。いや、いい。俺が10秒数える。無理やん。そう、決定です。はい。決定です。じゃあもう早速、はい、やっていきましょう。ここに座ってもらって。はい、座ってください。はい。いいから座って、普通に座って。はい、出して出して。怖いね。はい。ちょっと待って、行きます。あ、どっち足がいいか選ばせてあげるよ。どっちでも。ちょっと待って、待って、あ、落ちるで。落ちひん、落ちひん。右足にしよう。こうなる。右足にしよう。痛いねんけど、普通に。待って待って待って10秒ね。いいよ。よーい。スタート。あーうわーうわー1。待って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 待何見えてるの？何が見えてるの？10秒経ってからの後のが痛かったし。えぐいてということで、今年最後の罰ゲーム、はい、終了でございます。いや、ほんま、シャレならへん。シャレならへん。まあ、素人観点で言うと、あなたの悪かったところは、うん、脳みそでした。いや、頭悪いね。やめろ、やめろ。頭悪いね。いや、どうでした？いや、もう来年は、ちょっと、もっと、マッサージしてもらって、何の話や、脳みそが良くなって、面白い、取れ高取れるかもしれへん。あ、楽しみにしといて。まあね、ゆうたさんのさ、来年の目標は取れ高を。そうそうそう。そうですね。はいはい。で、まあ、なんか250倍のパワーを。あ、そうですね。ほんまやめてほしい。はい、250倍。もうそうなった場合、ラジオの機材壊れると思う。これは確実に届けていきたいなと。いやいや、確実に届けないでください。はい、確実に。シュアショット。いや、俺はね、こうもっとね、このやったの真面目に受けたいねんが、こうたくさんの人に、はいはいはい、そうです、届けるようにね、うん、もっともっと僕たちもね、このラジオの面白さっていうものを追求して、はい、まあ2022年は、うん、さらなるね、本当に先ほども言ったんですけども、うん、さらにもっと面白い番組作って、もっといろんな人に聞いてもらえるような、そんな番組にしていきたいなと思いますので、はい、来年も応援よろしくお願いします。お願いします。本当に今年ね、3ヶ月間でしたけども、皆さんのおかげで、すごい本当に大切な3ヶ月間になりました。本当に聞いていただきましてありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは今日今年最後の挨拶です。はい、せーの、以上 YAT やったでしょー。よーしょーじゅんにょー。